ニュースマグビです。9月下旬、南野陽子さんの仕事終わりの姿をキャッチしました。大ヒットドラマ半沢直樹で注目を浴びた南野さん、黒のワンピースに上着を羽織り、スタイルの良さが目立っていました。4月に桜井有吉ザ夜会にゲスト出演した際は、お米は1日4杯は絶対おかわり、肉が一番ご飯が進むとぶっちゃけ、50歳を超えたし今まで頑張ってきたから今はもう一杯っていうのがすごく楽しいのと大笑いしながら明かした南野さん。普段はごく簡単な体操だけでスタイルをキープしているそうです。ニュースマグビ